はい、皆さんこんにちは、ワネリガルリシです。信長の野望創造戦国リシで、今回は上杉のりまさプレイの最終回の予定でプレイをしていきたいと思います。では早速続きを始めていきたいと思います。でもすでにですね、前回までに今川滅ぼしていて、過去大国であった長尾であったり伊達であったりっていうところも含めて滅ぼしています。で現在はですね、足利将軍家を攻めているので、まあ、いわゆる倒幕中というところですね。で足利将軍家を滅ぼすことができれば、いよいよをもって新たに山の内上杉家の幕府が開府するというところですね。今回最後までできればお届けしていきたいなというふうに思っています。もうすでに各軍団に攻略の方は半移民状態なので、もう見守るだけですね。で決戦兵力として残している王国いたす先月の終始です。のりまさの本体、のりまさ自身に関してももう出陣の機会はほとんどないのかなというふうに思ってるんですが、もしね出陣の機会があるようであれば、そこは最後にねのりまさの勇姿をお見せできればいいかなと思ってます。もうすでに英雄信玄謙信、この辺りもね死んでますからね。もう怖い敵はというと毛利も元就も死んで、島津ぐらいかなというところなんですが、島津まで攻めていく予定は今のところないのでね、もうこのまま足利将軍家を滅ぼしたら新たに征夷大将軍になっていきましょう。でいよいよですね、明日からタイの方に行ってまいります。2日間有給をつけて3泊ということで、ちょっとね、寂しい日程にはなってるんですが、3月に、まあ、前からお伝えしている通り行きますのでね、まあ、ちょこちょこ行くっていうのもありかなという感じですね。まあ、ババーンと長く行くっていうのももちろんいいんですけど、なかなか長い休みは取れない、取りづらいというのもあるので、まあ、3月に行けるんだと思ってね、今回はライトな感じで楽しんでこようかなと思ってます。で3月の方はですね、まあミカミックスではない友人と一緒に行きますんで、まあ、そこはそこでまた違う楽しみ方もあるのかなというところでですね、まあ、非常に楽しみなんですが、まずは筋トレしたりいろいろ努力をしてきた成果を体力で発揮したいなと思うんで、まあ、そのタイの夜の遊びの方の情報は、なかなかちょっと実況ではお伝えしづらい部分もあるので、ツイッターの方でちょいちょい話していければいいかなと思いますので、興味ある方いらっしゃればね、ぜひぜひツイッターの方を覗いていただければいいかなと思います。まあ、特に冬にバンコクというか、まあ、南国に行くときに困るのが服装ですよね。日本は激寒の中、じゃあどんな格好で行くのっていうと、日本から行くときはもちろんコートとかいろいろ着込んでいかないとそれこそ死んでしまうんで、とっても暖かい格好で行くんですけど、それをね空港で脱ぐのか脱がないのか派どっちかっていうと、僕はね結構脱いじゃうんですよ。脱いで、まあ、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、その場でトランクを開けてしまって、で、もうスーツケースの中に放り込んじゃうと。でタイに着いたらもうそのまま、SIM カードを買って携帯を使える状態にしたら、もうすぐ様子見準備に入るという感じですね。機内遅延からはまだこの、さすがに石山諏訪は硬いんだな。石山諏訪が落とせば機内から足利を追放可能ですね。仕留めたり出るとするか。取り囲め、我が領内に敵が迫っております。敵将捕らえたり、我が戦お見せしましょう。で基本そのタイに行っても昼間はねゴロゴロしたりしてるだけなので、今回もタイに行ったら昼間は収録とかをして、力
間を潰そうかなと思いますんで、まあ、ちょっとね、毎日更新のお約束はちょっとできないかなとは思うんですが、できるだけ毎日更新できるように、1日1本ぐらいは、タイでも収録しようかなと思います。お、石山スワ落としたね。石山スワ落としたので、あとはこの三木城とセバ四国だけですね。お、まだ災害が残ってたか。四国遠征軍も組織して四国に兵を送っていきましょう。災害が落ちるのも時間の問題かなと。出陣する。城が取り囲まれました。我が戦お見せしましょう。敵将捕らえたり。敵将仕留めました。いやー、最上義明とかほんと強いな。そう考えると範政って一人で何してたんだろうって感じですよね。武将一人っていう風に出てた時に大名である範政が一人だけポツーンといましたけど、今や300人以上抱える大大名ですからね。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。あとはですね、まだ旅行の話にまた戻しちゃいますけど、長い間このチャンネル、あるいはツイッターの方をフォローしていただいている方は、ご存知の情報かもしれないんですけど、今年に入ってから、まあ、いわゆるアナの上級会員の修行、 SFC 修をスーパーフライヤーズカードを取得するための修行をコツコツとやっていた成果もあり、先々月9月だか10月だかぐらいにスーパーフライヤーズカードを取得しましてですね、まあ、前回のタイ旅の時からラウンジとか、あとはチェックインカウンターをね、ビジネスでやったりとかっていうことで早速有効活用させていただいてるんですけど、まあ、そのあたりもね、旅の楽しみの一つとして、まあありますよね。まあ、ラウンジが使えるとかっていうのはもちろんないよりは全然いいんですけど、一番ありがたいのがやっぱりチェックインカウンター。これがね、めちゃくちゃ混むとき混むんですよね。団体さんと一緒になっちゃったりなんかするともう全然動かない、エコノミーだと。まあ、それがビジネスになると、まあ並んでても4、5人ぐらいなので、まあそこでの、まあ、ロスというかイライラがない分、家を出るのをのんびりできたりとか、まあ、そういったところでもメリットはありますよね。あとはですね、バゲージ、荷物が出てくるのが早くなるんで、これもね、結構重要かなと思うんですよね。あとは飛行機の座席、これが前の方とかの座席が取りやすいんで、これも地味にありがたかったりします。後ろの方になると当然飛行機を出るのが遅くなると思うんですけど、そうなるとですね、何が困るかっていうと、外国に入国するときって入国審査があると思うんですけど、外国人列に当然並びますよね、日本人が外国に行った場合は。そのね、外国人列でね、結構な確率で揉めてるんですよ。で、揉めてると全然進まないんですよね。で、そのリスクを回避するっていう意味では、前の方に座っていて、一番最初とは言わずとも早めに、まあ、飛行機を出て入国審査の列に並べれば、その揉めてる人たちの前に並ぶことができるっていう意味では結構ね、これもありがたかったりします。なので、まあ飛行機で前の方の座席が選べるイコール早く入国できるっていうのと、今言っていたチェックインの時にささっとチェックインできる、その2つはね、かなりありがたくて結構有効活用させてもらってます。まあそれくらいかな。まあラウンジはね、もちろんのんびりできるんですけど、ラウンジを使う必要がないというか、その前まで見たく早く空港に行く必要がない、さっき言ったようにチェックインカウンターがスッと抜けられるんで、まあ結構ギリまで家にいて、まあスッとチェックインカウンターを抜けていくっていうのでも全然いけちゃうんで、まあ、ラウンジもね、もちろんちらっとは覗くとは思うんですが、
ラウンジのありがたさよりも上級会員はやっぱり今お話してたようなところが一番ありがたいですね。さあ残すところあと四国の6つかな。味方が捕らえられました。ただなんか毛利がなんか進行してきてるのかな、この感じだと。上の方山陽の方がぐちゃぐちゃしてますけど、うん、そうですね。五着姫路、この辺りをめぐって毛利と激戦中ですね。我に続け敵将、お待ちした。ただここも毛利ももう物の数ではないっていう感じなんだろうな。毛利が26万兵力としてはで、島津が62万。島津はやっぱり大きいですね。ただ上杉、山内上杉が223万でもうちょっと数が違いますね。なんでもうここは作業芸化してますが、さっさと足利を滅ぼしてしまいましょう。ご命令を報告いたす。先月の終始で、まあタイにはですね、まあタイに限らず海外に行くときのパターンとしては、まあ、奥さんと行くパターン、友達と行くパターン、1人で遊びに行くパターン、あとはまあ出張で行くパターンってあるんですけど、やっぱり一番ね嫌なのは出張パターン。これはね全然楽しくないで、1人で行ったら1人で行ったってまあね楽しいは楽しいんですけど、やっぱり誰かと行った方が夜飲むときにね楽しいんですよね。1人でチビチビっていう感じじゃないんで、まあ、今回はね、ソロ、一人で行くんですけど、まあ、ミカニミックス誘ったんですけどね、まあ、ちょっと忙しかったり、いろいろ、プライベートの事情とかもあるみたいなんで、今回はね、ちょっとミカニミックスが一緒に行けないんで、一人で行くんですが、3月はね、別の友達と、ミカニミックス誘ったんですよ。3月。なんでミカニミックスが行けないかっていうのね、もし気になる方がいらっしゃれば、ミカニミックスの動画、の方にコメントしてもらえればなと思うんですけど、今回は一人なんでのんびり好き勝手に遊んでこようかなと思ってます。いざ参ろう。続きなさい敵将。さあ残り足利の城が2つですね。いやー長かったような、あっという間だったような、本当に最初絶望の中スタートしたんで、まあ正直結構あっけなくまた大阪の陣を秀織でプレイした時のように第2話とかで終わっちゃうのかなって思ってスタートしたものの、外交をしっかりやったことによってね、だいぶぬるゲー化してくれましたよね。あそこで大国であった武田長尾北条と同盟を結びつつ、その同盟を後ろ盾に正代名を飲み込んでいったっていうのがやっぱり一番大きな最初のポイントでしたね。敵が迫っております。敵将、お待ちした。あれで多分同盟しちゃダメとかね、そういう縛りでプレイするんだったら多分2話で終わってたと思います。あれもかしこまりました。今川じゃない、足利の最後の城ですね。敵が我が領内に向かっております。戦場へ参る。我が領内に敵が迫っております。逃しはせん。ここは力攻めで強行して終わりましょう。門を打ち破れ。お味方が捕獲されました。毛利と今やっぱ激戦中なんだな、山陽地方で。ご命令を報告いたす。報告いたす。無事にするな。この辺りはですね、倉敷とか岡山とかって母親のっていうか親のって言った方がいいね、母親もあり父親もありなので、実家がそもそもあったところなので、まあもう最近はね当然僕は行ってないんですけど、真鍋島とかってね、あんまり皆さん知らないと思うんですけど、とかにはね、小学生ぐらいの頃は、毎年夏に行ってたんですね。
本当に海とか綺麗で、また大人になってから行ってもいいなと思いながら、なかなか行く機会がなくて行ってないんですけど、いつかね奥さんと行きたいね、連れてってあげるよって話してるんですけどね、ちょっと実現できてないんで、いずれそういう国内旅行の旅もしてみたいなと思ってますね。さあもうこれでいつでも総武事例は出せる状態になってますので、タイミングを見て総武事例を出していきたいと思うんですが、ちょっと毛利と島津とね一戦交えておきたいなという思いがあるので、ちょっと島津の方の様子を見てみましょうか。毛利とはすでに戦闘を開始してますからね。報告いたす、先月の終始です。報告いたす。で島津が四国に上陸してるんだな。もうお任せください。かしこまりました。我が領内に敵が迫っております。城が取り囲まれました。出陣する。敵将お任せした。我が方の城包囲されました。誰が攻めてきてるのここは。なるほど、清水宗春が攻めてきてるんだな。まあ清水宗春だったらちょっと部隊を派遣してあげないと守りきれないですね。総合将が。お味方が捕らえられました。まあ、毛利に対しては今すでに有利に戦ってますからね。問題は島津と一戦交えてどう転ぶかだな。早速じゃあ島津に一当たりかけてみますか。承知いたしました。承知いたしました。お任せください。取り囲め。出陣するぞ。騎乗する。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。山陽の方がどうなってかな。報告いたす。九州まで上陸する必要はないかなと思うんですが、島津にね勝ったぞーっていうところまでは見せたいですよね。山陽戦線は姫路室津と取って、今さらに西に攻め入っている感じですね。まあここはこの感じで十分に森を凌駕してるってところをお見せできたんじゃないかなというところですね。戦へ参る。敵将お待ちした。我が方の城包囲されました。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕獲した。お味方が捕獲されました。表情を始めましょう。報告いたす。は革命。敵将捕らえたり。騎乗するぞ。なんか一つぐらい島津の城取ってやりたいなと思ってるんですけど、さすがに守りが固いな。お味方が討ち死にしました。敵を追い詰めます。ご命令を報告いたす。この時点ではあまり捕獲とか討ち死にとかあまり気にせず見ちゃってますけど、あのコメント欄とかツイッターの方とかで、あのフォロワーとかあの登録者視聴者の方からね、壊滅する前に引き上げた方がいいですよっていうのはね、いろいろとアドバイスいただいてますので、もう認識の方はちゃんとしてます。まあちょっとここはもう打足的にプレイをしてしまっている部分ではあるので、ちょっとあまり気にせずに
そこはねやってしまってますけども、次回新しいシナリオをやるときはね、そこをきっちり意識しながらプレイの方はやっていければいいかなと思ってます。我が戦お見せしましょう。力を合わせ戦い抜くのだ。出陣する。ご命令を報告いたす。報告いたす。出陣します。出陣します。表情を始めましょう。報告いたす。ここ結構硬いな。久保川城で合ってるかな、読み方は。合ってますね、久保川城。じゃあちょっとこの久保川城を攻略しちゃいましょうか。それをもって、今回のこの上杉家でのプレイの、総仕上げということにさせていただきたいかなと思います。出陣します。で、一括で出陣するとことごとく兵が帰っていくっていうね。ここまで来てもまだ人望ないか乗りまさっていうね、そういう状態になるので、ちょっと面倒ではあるんですが、一体ずつ指示を出していきましょう。で、意外と多分硬いんじゃないかなと思うので、本土の方からも兵を出していきましょう。確実に落とすという意味で、本土の方からも兵を繰り出していきます。まあ 7,8 万ぐらいの軍勢を送っておけば、さすがに堅い久保川城でも落とせるでしょうということで、我が領内に敵が迫っております。と思ったら拍子抜けだな、久保川城は防衛には出てこなそうですね。島津の本体の方からは城兵のみで守る感じかな。表情を始めましょう。報告いたす。承知いたしました。敵将捕獲した。ご命令を報告いたす。先月の終始です。報告いたす。お味方が捕獲されました。よし、久保川城取りましたね。かかってきな。じゃあ次のターンで、総武事例を出していきたいと思います。表情を始めましょう。報告いたす。制作を取り行います。はい、これで、ターンを送ったら終了ということになります。山の上杉家一人ぼっちの関東寒冷物語、まあ、最後の方はちょっとね作業芸的な感じになってしまって、皆さんにね存分に楽しんでいただけたのかなというところはあるんですが、前半特にね必死でプレイをしてきました。本当に皆さんからいろいろとアドバイスとかねいただけたおかげなんじゃないかなと思ってます。本当にありがとうございました。最後はねこのどういう歴史をたどってきたかというのを見て、この山の内上杉家一人ぼっちの関東寒冷物語終わりにしていきたいと思います。また次回ですね、違うシナリオでプレイもしていきたいなと思います。あとは戦国無双真田丸、こっちの方がちょっとねなかなかプレイの方が進んでいませんので、こっちの方もプレイを進めつつ、あとはですね、対抗力試練5ですね、こちらの方で真田幸村の武将カードを手に入れたので、真田幸村の方でもプレイをしていきたいなと思ってます。あとは三国志13のパワーアップキット、こちらがですね、発売が延期になりました。12月の22日とかの予定だったのが2月だか3月だかにだいぶ延期になってしまってますので、それまでの間ね新作何か面白いのがあればやりたいなと思うんですが、新作がなければね、違うゲームとかあとはレトロゲーとかいろいろやっていきたいなと思いますので、新作レトロゲー、まあ、レトロゲーまでいかないけどちょいフル含めてこんなゲーム面白いよとか
あんなゲームやってとかっていうのがあればですね、ツイッターもしくはチャンネルのコメント欄、動画のコメント欄の方で教えていただければなと思います。では、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただけた方本当に、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。